離婚の原因は様々。俺の場合、妻に浮気をされた挙句、あなたとはやり直すつもりはない、浮気をしたことは一切恥じてません、結婚したこと自体間違っていたと思う、散々な捨て台詞を吐かれた。俺のプライドはズタズタ。そんな投げやりになっている俺の目の前に現れた謎の女性、彼女といい関係になったら少しは気が晴れるのだろうか。自分でも信じられないくらいらしくない大胆な行動に出てしまった。もう昔の自分には戻れなくなることを、その時はまだ知る由もなかった。俺の名前は佐藤健一。地味だが真面目に働き、28歳で結婚をした。平凡が一番幸せだと感じ、真面目に生きてきたつもりだ。しかし妻は違った。結婚して3年目、俺たちはなかなか子供に恵まれなかった。家族を作りたい夢もあったが、妻と2人でも十分幸せだと思っていた。しかしそんな本音を妻に言うことはなかった。きっと今考えれば、そういう些細なことでもきちんと伝えるべきだったのだろう。言わなくても伝わる、俺たちは夫婦だ、甘ったるい会話なんて。夫婦という関係にあぐらをかいていたのは俺の方だったのだろうか。子作りの機会はどんどん減っていき、妻は母親になるのを諦めたように働きに出始めた。それから関係が崩れていくのは早かったように思う。どんどん帰りが遅くなり、休日でさえ仕事に行くと言って出かけ、夫婦の時間はほとんどなくなった。それでも俺は夫婦の絆を信じた。しかし今ならわかる。絆は行動や言葉があって初めて成り立つ。俺と妻の間に絆なんてなかった。ただ戸籍上、籍が入っているというだけ。健一、話があるの。あの日、珍しく休日なのに、妻は出かけることもなく家にいた。うん、どうした？せっかくの休みだし、外食しながら話そうか。いつもの、これからもずっと続く、平和な夫婦の会話を想像していた。子供が、できたの。う。耳の奥がキーンとなり、心臓が痛いくらい、激しく波打った。子供って、俺たちはもう何ヶ月もそんな関係を持っていない。できるわけ、まさか。人はあまりに衝撃的なことを目の前にすると言葉を失うようだ。ごめんなさい、そのだから別れてください。何も言えないでいる俺に追い打ちをかけるように妻は言った。待ってくれよ、全く理解できない。相手は誰？健一の知らない人。いやいや、待ってくれよ、どういうこと？真っ白になる頭の中には、大道という名字だけがよぎった。それは久しぶりに、俺が早く帰宅した日だった。妻は不在で留守電が入っている。聞くと、大道と名乗る男の声。初めて女性以外からの電話が。ミキさん、大事な書類をお渡しするのを忘れてしまいました。連絡ください。仕事の内容に聞こえたし、不自然さはどこにもなかった。だからその時は何も思わなかった。しかし、振り返ってみてハッとした。あの時そうだ。妻は留守電を聞いて、頬をあからめていた。それは一回きりで、二度とあの男からの電話はなかった。でも確かにあの時の妻は、女の顔をしていた。あなたとはやり直すつもりはない、浮気をしたことは一切恥じてません、結婚したこと自体間違ってたと思う、相手の人ちゃんと愛情表現してくれるの、あなたと違って。もう俺に対しての愛情など1ミリもないとばかりに冷たい言葉を浴びせられた。なんだよ愛情表現って、新婚でもないのに毎日愛してるなんて言えって言うのか。言わなくても伝わるのが夫婦じゃないのか。妻が身ごもっている以上、離婚以外の選択肢はなかった。
相手の男について気になったが、妻は固く口を閉じた。それは俺に慰謝料請求されたら困るという保身か。どこまで自分勝手なんだ。妻は妊娠中、これからお金がかかるだろう。怒りの清算として慰謝料請求をしても構わない。しかしこの胸を読んでまでも、俺はまだ妻に情があった。俺はバカなのだろうか。それ以上浮気相手を追求することもせず、慰謝料請求もなし、ただただ気持ちの整理が追いつかないまま、離婚成立まではあっという間だった。表向き平気な顔をして淡々と仕事はこなしていたが、頭の中はどうしてこうなってしまったんだと悶々とする日々が続いていた。そんなある日の朝、加藤部長から指示があった。佐藤、ジムの松田さんの代わりに、今日から柏木久美子さんという女性がジムに入るから、繁忙期だけの手伝いだから、まあ3ヶ月を見込んでる。出社してきたら頼むぞ。確か松田さんは産休に入るとかで、こっちもあっちも妊娠出産、自分には無縁となってしまった命の誕生をどこか恨めしい思いが駆け巡った。あの、おはようございます。事務所の入り口に緊張しながら佇み、恐る恐る挨拶をする女性がいた。地味なリクルートスーツの見た目から柏木さんだと分かった。おはようございます。柏木さんですか。何気に挨拶を返しながら近づき、思わず口ごもってしまった。遠くからでは地味で細身の女性としか分からなかったが、近くで見る柏木さんは綺麗な透き通るような肌で、細いながらも女性らしいカーブを描くスタイルの良さは、地味なスーツさえも華やかにした。今日からよろしくお願いします。落ち着いた少し低い声で小さく微笑んでお辞儀をしたとき、ふわっと甘い匂いがした。事務経験はありますか。俺は平静を装い真面目な紳士に徹した。はい、2年ほどブランクはありますが、長く経理をしていたので。そうですか、それは頼もしい。ブランクとは。つい突っ込んで質問をしてしまった。無意識に彼女を知りたいと思ってしまったのだろう。いい話ではないので言いにくいのですが、離婚したんです。離婚の二文字に心臓がドクンとなった。このタイミングで離婚した魅力的な女性との出会い、それが何を意味するのかなんてどうでもいい。ただ痛みを共有できる同士のように感じてしまい、俺はただ彼女と話がしたいと思った。そうでしたか。奇遇ですね。俺もなんですよ、つい最近ね。仲間ですよ仲間。愚痴でも悩みでも何でも聞きますよ。聞きますよ。いや、愚痴や悩みを聞いてほしいのは俺の方だ。ありがとうございます。でも本当にいい話ではないので、会社ではその、もちろん内密にします。柏木さん、よかったら親睦会ということで食事にでも行きませんか。自分でも驚いた。初出勤の女性を食事に誘ってしまった。それくらい彼女が魅力的なのか、単純に俺がイカれてしまったのか。しかし結果的にこの俺の誘いが人生を大きく変えていくことになったんだ。私なんかでよかったらぜひ。ありがとうございます。業務時間が終了し、俺は柏木さんに軽くアイコンタクトを取り、事務所を後にした。待ち合わせは駅の近くにある少し奥まったところにある居酒屋。お互い独身で会社の人間に見られても問題はないのだが、もういい年をした男女だ。下心がなかったわけではない。だから人に見られることなく、こっそりと会いたかった。お疲れ様です、佐藤さん。柏木さんは少し遅れて入ってきた。やっぱり魅力的な人だ。まっすぐに俺の目を見つめ、ニコリとするときに細くなる目が色っぽかった。初出勤でお疲れなのに誘ってしまってごめんなさい。気が利かなかったですよね。いえいえ、嬉しかったですよ。どうせ家に帰っても一人だしね。
なんか寂しい女みたい。私、どうも口がうまくなくてダメね。そう言って、自分が言ったことに照れているのか、一生懸命顔の前で手を仰ぎ、落ち着こうとしている彼女がいじらしかった。それは俺も一緒です。どうせ帰っても一人。俺たちはつまみを数品注文し、酒が進むごとに少しずつ打ち解けていった。それで、柏木さんはなんで離婚を？ずいぶん直球で聞くのね。他にね、好きな人ができたんですって。俺と一緒だった。この人はどれだけ傷ついたのだろう。そうなんだ。奇遇だね。俺もだよ。結婚したのに恋愛もしたいなんてね、ずるいよな。佐藤さん、奥様にはちゃんと愛してるとか、ありがとうとか言ってました？結婚して3年だよ。そろそろ4年目って時で、新婚じゃないんだし、恥ずかしくてそんなこと。女はね、何年一緒にいても言ってほしいものよ。あと、どんなに歳をとっても綺麗だねって言ってほしいもの。ぐさぐさと響いた。俺は女心が全く分かっていなかった。柏木さんの旦那さんは、そういうのをしてくれる人だったの？まめな人だったから。だから私だけじゃなく、よその女の人にも同じことをしてたんでしょうね。って考えると、佐藤さんみたいな愛情表現が下手な人の方が誠実なのかしらね。そう言って、柏木さんは俺の顔をいたずらっぽく覗き込む仕草をして笑った。まるで俺は綺麗なお姉さんに転がされた少年のようだった。柏木さん、お互い寂しい一人同士、こうしてまたご飯行きませんか？誘わずにいられなかった。その日を機に、俺たちはしょっちゅうご飯を食べるようになった。そして暗黙の了解のように、週末は必ず会ってお酒を飲んだ。仕事中は、あくまで仕事仲間を装い、プライベートではタメ口を聞き、お互い冗談を言い合って笑うことが多くなっていった。離婚して間もないこともあり、最初は寂しいからなんだろうと思った。しかし会うたび柏木さんに惹かれ、週末が待ち遠しく感じ、もっと親しくなりたいと思うようになった。どんどん思いは膨らみ、それと同時に柏木さんの3ヶ月という期間も終わろうとしていた。そんな矢先の週末。佐藤さん、私まだ聞いてないわよね。なんで奥さんと離婚を？日本酒を飲みながら聞かれた。他の男に寝取られて妊娠なんて、男としてあまりにも情けない話で、どう説明しようか迷った。大した理由じゃないよ。まさか、浮気？なわけないだろう。俺はそんな不誠実なことは絶対しないよ。わかってる。佐藤さんはそんな人じゃない。ちょっと意地悪言っただけ。この人になら、俺の弱い、かっこ悪いところ、見せてもいいだろうか。そんな風に気持ちが偏った時だった。あれ？大道さん？そうだよね、大道さんよね。突然仕事辞めちゃうんだもん。心配したよ。あれから、大丈夫？やっぱりその、ご主人とは。柏木さんに気づいて、声をかけてきた女性がいた。大道、この人は柏木さん。いや待て、大道、まさか柏木は旧姓。俺は状況が飲み込めず、ただ女性二人の様子を伺うばかりだった。いろいろあってね。ごめんね、迷惑かけて。言葉少なく答える柏木さんの空気を読んだのだろう。女性は都合悪そうに俺をちらりと見て、ああ、なんかこっちこそごめんね。落ち着いたら連絡して、ね。そう言って、その場を逃げるように去っていった。頼む。どうにか俺の不信感を拭い去るくらい、上手な嘘をついてくれ。現実を知りたくなかった。佐藤さん、奥様の浮気相手のこと、どこまでご存知ですか？無言を貫く俺に、
柏木さんが重い口を開いた。名字が大道とか。俺もその空気に応えるようにささやいた。いつか言わなきゃって思っていたの。でも佐藤さんと一緒にいるのがあまりに楽しくて、つい今度、また今度ってどんどん言えなくなっちゃって。それが本音かどうかはわからない。ただおそらく柏木さんは俺よりも妻に関して知っていると察した。知った上で俺に近づいてきた。何のためだ。夫への復讐なのか、それとも妻に捨てられた俺を嘲笑って。どこまで女運が悪いんだ。俺はグラスに残っているビールを一気に飲み、柏木さんも人が悪いな。元妻ね、柏木さんの元旦那との子供を妊娠したんだって。俺とはできなかったのにね。笑えるだろ。何、わざわざ仕事辞めてうちの臨時ジムをしに来るってよっぽどじゃない。そんなに間抜けな男の顔見たかった。ずいぶん楽しんだんだからもういいだろ。信じられないくらい、どんどん口から意地が悪い言葉が出てきた。柏木さんは反論することなく、俺の毒を受け止めた。楽しかったですよ、すごく。このまま嘘を突き通せたらって思うくらい、あなたに惹かれていました。本当のことを知ったらきっと、もうこうして話もできなくなるって分かってたから。どういうつもりだったの？最初は、佐藤さんの想像通り、あなたさえちゃんと奥さんをつなぎ止めておけば、どんな人なんだろうって。離婚になるだいぶ前から浮気調査をしてたから、あなたの勤め先は知ってて、たまたま事務募集を見つけて、無意識に応募してた。そうか。でもね、でも、毎日佐藤さんと話してて、自分の愚かさに気づいたの。不器用だけど、まっすぐに優しい佐藤さんに、打たれたっていうか。飲んだ酒と状況の複雑さで一気に酒が回ってきたようだった。ありがとう。そんな風に褒められたのは初めてだよ。でも現実は、妻は俺じゃない男を選んだ。情けないよな。しかもさ、相手の男のことなんて何一つ知らない。慰謝料請求くらいすればよかったかな。初めて隠していた本音が湧き出した。やけくそに思えた発言だったが、柏木さんだったからつい安心しきってしまったのかもしれない。私も慰謝料請求してないよ。するべきでしょ。傷ついた心はお金で癒されることはないけど、したことの清算はしてもらわないと。それ佐藤さんも同じでしょ。そうだね。当時はさ、事実を受け入れるのがやっとで、自分のプライドもあったかな。訴えるなんてって思ったけど、柏木さんとこうして話してて、腹が決まった気がするよ。一緒にします、慰謝料請求。でももう離婚してしまったし。浮気相手を訴えるのは3年の猶予があるんですよ。お互いの傷をきっちり清算して、改めて俺と、将来を見てもらえませんか。ありがとう。私も同じ気持ちよ。でも不安なんだ。佐藤さんと一緒にいたいと思う反面、また傷つくのが怖い。それは俺も同じだった。大事にしたい人だからこそ急ぎたくはなかった。しかし芽生えた気持ちに嘘はない。ゆっくり時間をかけましょう。ありがとう。やっぱり佐藤さんといると安心する。やります。慰謝料請求。こうして俺たちの関係は少しだけ前進し、お互いの過去を清算するために慰謝料請求をすることになった。元妻は俺の行動に最初は驚いていたが、粛々と言い分を受け入れてくれ、話はこじれることなくスムーズだった。一方、柏木さんは大道がしぶり出し、全く話が進まず、会うたびに柏木さんは疲れが顔に出るようになっていった。俺が言い出したことが原因だったのでは。余計な提案をしてしまったことに申し訳なさがあった。柏木さんへの気持ちは全く変わっていなかった。しかし彼女をどう支えていいか戸惑い、かける言葉も減ってしまった。多分そのせいだろう。柏木さんと距離が空いてしまった気がした。
距離が縮まらないまま、柏木さんは3ヶ月の契約を終え、契約更新の話も断って会社を去っていった。結局、彼女は安心させるような気の利いた言葉は俺は言えないまま、妻にも捨てられたような負け犬の代表みたいな男、真剣に相手にするわけがないよな。プライベートで柏木さんと会うこともなくなった。それでもめめしい俺は、柏木さんとの時間をたどるように一緒に行った居酒屋にたまに一人で通っていた。そんなある日、大道さんの連れの方ですよね。女性が声をかけてきた。大道、俺にとっては柏木さんだ。その呼び方はやめてくれ。そう思いながら女性を見た。柏木さんと飲んでいる時に声をかけてきた女性だった。あの時の。まともに口を聞いたことがないその女性は、俺の反応にあからさまに不機嫌な顔をした。ずいぶんのんきですね。喧嘩腰だった。何か。俺もカチンときてぶっきらぼうに答えると、女性は俺の向かいにドスンと腰を下ろした。最低。彼女から聞いてないんですか。だからその何を。俺はあれ以来会ってないですし、連絡も。そう言うと、女性は深いため息をつき、小声で話し始めた。彼女、元夫と揉めてるのよ。毎日のように家に来るらしいわ。復縁を迫ってね。ズキンと鼓動が波打った。復縁、俺の元妻は、子供は、そして何より、柏木さんはそんな話に乗ってしまうのか。彼女、全部自分で抱え込むところがあるのよ。多分あなたにも迷惑かけたくないって思ったんでしょうね。でも彼女のことを思うなら助けになってあげて。そうだ、ここで何もしなければ妻を失った時から何も成長していないことになる。大事な人には行動で見せなくては。とにかく柏木さんに会いたい、そばにいたい、今すぐに。それしか頭になかった。俺はいても立ってもいられず、柏木さんのアパートに向かった。一度だけ彼女を送って家に行ったことはあった。でもあの時の気持ちと今は全く別物。この気持ちをちゃんと伝えたかった。静まり返った住宅地。あともう少しで柏木さんに会える。あと100メートル。階段を上がったら彼女の部屋。そして予想外の展開に、俺は自分の本気度を試されることになった。2階にたどり着いてすぐ、揉めている男女の声が飛び込んできた。だから、相手は誰なんだ？あなたには関係ない。私たち夫婦じゃないんだし、浮気をしたのはあなたの方。だから、きちんと清算してください。だから、よりを戻そうって言っているんだ。強がるなよ。俺が戻ってやるって言ってるだろう。あなたにはもういるでしょ。ああ、それはどうにかする。結局愛人は愛人止まりってことだ。とっさに大道だと分かった。同時に散々な言い分に怒りが湧き上がり、俺は柏木さんの部屋に走った。近所迷惑だから。力なく言う柏木さんがそこにいた。そして俺の姿を捉えると、こんな姿を見ないでと言わんばかりの悲しい顔をした。あなた、大道さん、帰ってもらえませんか。怒りを抑え、ぐっと両手に力を込めて感情を抑えた。あら、ドックで見た顔。ああ、瞳の旦那。どういうこと。こりゃいい、そういうこと。俺は悔しさと怒りで震えた。女性を何だと思ってるんだ。ちょうどいい。あの女、あんたに返すよ。まあ、お互い、元さやってことでいいだろう。なあ、あんたもいい思いをしたろう。怒鳴りたい思いを抑えるのに、必死な俺に、さらに追い打ちをかけた。いい加減にしろ。人の気持ちを何だと思ってるんだ。柏木さんは絶対に渡さない。俺が守ります。あなたのような人間、私たちの視界に入らないでくれ。これ以上長居するんだと警察呼びますよ。柏木さん、電話して。
俺は極力冷静に言ったつもり。少しでも感情を出してしまったら取り返しがつかない気がしたから。しかしそれが逆に良かったのかもしれない。大道は俺が本気だと悟ったのだろう。また来ると言って立ち去った。柏木さん、ごめんね。こんなことになっているとは知らなくて、本当はもっと俺が積極的にあなたを守るべきだったんだ。こんな俺だけど、あなたを好きな気持ちは誰にも負けないよ。柏木さんはうつむいて肩を震わせた。そして、会いたかった。すごく。でも、あなたの重荷にはなりたくなくて、嫌われるのが怖かった。俺は思わず彼女を抱きしめた。嫌うもんか。重荷、喜んでだよ。柏木さんのおかげで、俺はいろんなことに気づけたんだ。好きな人にはちゃんと思いを伝えるとかね。今も照れくさいけど、それでも柏木さんには好きな気持ちを伝えていきたい。ありがとう。私も佐藤さんに私の全てを見せていきたい。こうして俺たちはお互いの気持ちを確認し合い、正式に交際が始まった。俺たちは徹底して大道と戦った。どうしても柏木さんを一人にしたくなく、早々に俺たちは同棲を開始。そしてそんな俺たちを見て、ようやく大道も観念し、無事慰謝料が払われた。お互いの過去の清算ができ、俺たちの絆はさらに深くなっていき、自然な流れで結婚が決まった。何よりも籍を入れてすぐ、久美子さんは妊娠。俺たちは抱きしめ合って喜び合った。生まれてくる我が子が待ち遠しくて、我が子のための準備に時間を費やした。そんな買い物途中の時だった。元妻の瞳に再会した。デパートの子供服売り場で働いていた。久美子さんが気を使ってくれ、少しだけ話をした。元気？懐かしい瞳の声だったが、すごく疲れているように聞こえた。ああ、元気にしてた。言葉が出てこない俺に、瞳は続けた。いろいろごめんなさい。大道からあなたたちのことは聞いた。うん。平和な時間って本当に尊いものなのね。薄っぺらい言葉なんて何の意味もないことを知った。あなたが作ってくれた大事な場所、今なら懐かしいって思える。誰にでもできることじゃない。いや、俺も瞳と別れて自分の至らなさにたくさん気づけた。ありがとう。あの、子供は？シングルマザーで育ててる。あ、離婚したんだ。でも俺は何もしてあげられない。大丈夫よ。母親は強いのよ。ダメな男にしがみつくより一人で頑張る方が幸せ。再会できてよかった。奥さんと子供大事にしてね。ありがとう。俺は子供服を選んでいる久美子さんの元に急いだ。心が痛まないわけではないが、瞳の隣に座る男は俺じゃない。いつかきっと彼女にもふさわしい相手が現れ、幸せになってほしいと心から思った。おかえり。にっこり笑って俺を迎える久美子さんを俺は大事にしたい。うん、なんか可愛い服見つけた。悩んでた。他のお店も見てみたい。よし、じゃあ行こうか。そして俺は久美子さんとしっかり手をつないで歩き出した。そう、言わなくてもわかるではなく、俺は行動と言葉で彼女を愛していると伝え続けていくつもりだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。